何何、意識高い系の農家って、攻めと守りを分けて考えて、攻めの中でも営業力と商品力、そして守りの中でも城と人を守る、さらにそれらをお金で計算して、お金換算していくら投資していくら回収したかっていうものをいつも計算してるってことね。さらにそれを自分でやる、会社でやる、組織でやるために時間軸で計画を立てているってことなんです。計画を立てる、まあそこまで言うと、あ、もう無理無理無理、もう私には無理、俺には無理って皆さん思われたかもしれませんけど、まあさすがにこれ一遍にはできなくとも一つずつやりましょう。必ず全部この中に答えがあるんですよ。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。さあということで、今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。本日のテーマ、意識高い系の農家の頭の中身というね、すごいタイトルですね。意識高い系の農家、どんなことを頭の中で考えているのか、その頭の中をですね、ちょっと今日はね、皆さん方に解説したいと思います。まあ、実はね、私もこうやって皆さん方に動画たくさん出させていただいております。まあ、もちろん私もね、この動画でもお話しする通り、まあ、現場でずっと農業やってきた人間でございます。で、農業系をやりながら、農業系って難しいな、稼げる農業って難しいなと思いながら、まあ、いろんなことをやってきて、最近ではいろんなところで講演セミナー講義させていただく中で、まあ、皆さん方に、まあ、稼げる農業はこういうふうな仕組みがあるんですよ、農業というのはこんなふうに作り上げていくもんですよ、などなど、まあ、いろんな形で、まあ、皆さん方にアウトプットさせていただいているんですけれども、まあ、その中でじゃあ私は何を参考にしているのか、もちろん自分の実体験、自分の経験、そういったものを全てこう網羅して、まあ、皆さん方にお伝えしているんですけれども、とはいえじゃあ私は何を参考にしてきたのかというと、やっぱりわあの人すげえなって、あこういう経営あるんだ、 あの農家すごいなっていうふうに人の真似をしてきたんですね。でこの部分はあの人の真似をしよう、この部分はあの人の真似をしようと、ね、というふうにいろんなことをこう真似しながらいった。例えば販売売り方にしては、あこの人うまいなっていう方、あなんだ、B2B で卸業者さんとそんなふうな付き合い方してるんだ、じゃあちょっとそこでやり方を真似してみる、あインターネットってこんな売り方をしてるんだ、あじゃあそれをちょっと真似してみる。で今度経営に関してみると、お金の使い方うまい人いますよね、人の使い方うまい人いますよね、データ記録取るのがうまい人がいますよね。そんな風に、農業っていうのは、いろんなことをやらなきゃいけない。あもちろん生産っていうのも大前提ですよね。生産も あの人作るのうまいなと思ったらそこの農場行って、まあ、作り方を工夫する、あ畝の立て方が違うんだとか、あ灌水のね、ホースの引き方が違う、もしくは灌水するタイミングが違う、温度換気のタイミングが違う、あなるほど CO2 をこういうタイミングでこのくらいの割合で炊いてるんだとか、まあ、いろいろもう本当生産であったり営業であったり販売であったり経営だったり、もうありとあらゆるところで工夫をされている方がたくさんいらっしゃいます。でそこで今回はもうそれらをギュッと凝縮して、もう私が今まで見てきた、そして私が実践してきた、もうそれこそ意識高い系のもうすごい成績を出している農家さんが頭の中一体何考えてるんだろうか、なるほどって、そういうことを日頃から考えて実践しているから、そんな風に結果が出てるんだ、まあ、そういったところですね、ぜひ皆さん方にお伝えしようと思ってですね、今回こういった表を作りました。これ結構濃いですよ。これ、ちょっとねそこ10分20分でお話できるかちょっと分かんないんですけれども、まあ、早速始めていきたいと思います。意識高い系の農家の頭の中身、まずですね、こういう意識高い系農家はですね、まず大きく2つのことを、分けて考えているということなんです。2つのこといきますよ。まず1つは攻めと守りがあるんだということなんです。攻めと守り、どういうことかというと、攻めというのはどちらかというとお金を得る方向です。お金を得る、例えばじゃあどうやって売り上げを上げようかって、まあ、単収を上げようとか単価を上げようとか、まあ、とにかく売り上げを上げる、お金を得る、これを攻め。じゃあ守りって何か、守りっていうのは得たお金をいかに残すか、いかに残すかですね。得たものを全部使っちゃったらもう意味がない。もっと言うと、1000万売り上げたんだけど1200万払っちゃったら元も子もない。だから攻めというのはいかに売り上げを上げるかの話。どちらかというと営業とか商品力の話ですよね。で守りっていうのはどちらかというと自分の経営をどうやって維持させていこうかとか、これを維持させていくためにやっぱり従業員パートさん、もちろん自分家族をどんなふうに管理していこうか、マネジメントの方というふうに、この攻めと守りっていうものをカチャ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 頭の中でやってるんです。
ですからどちらかというと攻めは販売マーケティングの方です。まあ、どちらかというと生産の方もこちらに入ります。だから結構こっち一生懸命やられてる人多いですよね。もう攻めてばっかりの人。ところがこの守りがないと、あの人なんかめちゃめちゃ売ってめちゃくちゃ作ってるけどなんか全然金儲かってそうじゃないなって。そうなんです。攻めはいいんだけど守ってないもんだから、なんか経営日の車らしいよとか、あそこ従業員が全然定着しないよとかありますよね。そんな風に意識高い系農家、いわゆるうまくいってる農家さんっていうのはこの攻めと守りのバランスが抜群なんです。抜群。じゃあこれ攻めと守りちょっと別々にちょっと見ていきましょう。まず攻めの部分、これ先ほど言った通りお金を稼ぐ、売り上げを上げるっていうことで、この営業力と商品力、この営業力と商品力のまたバランスなんです。来ました ね。攻めと守りのバランス、さらに攻めの中でも営業力と商品力のバランス、まあ、中にはよく例えばここにこのね、いつも飲んでる水があります。この美味しい水書いてあるこの水、この水めちゃくちゃ美味しいんですが、これが、商品力が良くてもやっぱ宣伝しないと売れない。でも皆さんあんまりこれ知らないですよね。この大道のミューって、これ美味しい水なんですけれども、商品がどれだけ良くても栄養力がなければこれ売れないんです。売れないですよね。だって宣伝してやっぱりこれいいですよいいですよって宣伝しないと。ところが今度はいくらこれいいですよいいですよって営業力宣伝したところで、これ実際飲んでみたら、あれなんだこれ言うほど美味しくないななんていうパターンもありますよね。つまりどれだけ営業が強くても商品力が弱ければダメ、どれだけ商品力が強くても営業力がないとダメ、この営業力と商品力をめちゃめちゃしっかりとバランスを取らないとうまくいかない。で我々農業の場合はこの商品力、この商品力にはやたらと力入れるんだけど、こっちの営業力弱いですよね。いわゆる販売力というか、いわゆる、マーケティングというか、めちゃめちゃ弱いんです。だからバランスがこう崩れちゃってるんだよね。だから今私が農業ビジネススクールではこの農業営業力のところ、いわゆるマーケティングのところをしっかりね、まあ、教えるようにしています。これが攻めの話。でさらにこの営業力もですね、大きく2つ分かります。大きく2つ、まあ、分かりやすく言うと B2B といってビジネス2ビジネス、つまり自分が山下農園が何々製菓さんと直接取引する、相対取引契約栽培という、これ卸型ビジネスですね。卸型ビジネス、まあ、これを B2B 型のビジネスと言います。そして最近流行りなのが B2C 型、つまりネットで自社サイトで売るという B2C 型の、これはどちらかというと小売業ですね。だからこの時に実は意識高い系農家、いわゆるうまくいってる農家の攻めの戦略として、この営業力にどういうふうに特化するかというと、もう意識が違います。意識、だから意識高い系だから。どんなふうに違うのかというと、卸業務をやってる人は自分は農家なんだっていう意識から、自分はもう卸業者なんだ、製造業なんだ、製菓業なんだっていう意識にマインドチェンジカチャッとしてるんです。自分は卸業者なんだ、製菓業なんだっていうふうにカチャッとこうマインドを変えてる、頭の中変えてるんです。これが意識高い系の農家なんです。ところが自分はもう卸なんて嫌だって、自分はもう市場農協に出す、まあそれが悪いわけじゃないですよ、そういうわけではなくて、卸業務に気持ち、考え方、思考がこう変わりきれない、これ営業ができてないってことになります。で一方この B2C 型、この時はもう自分は卸ではなくてもう小売業なんだ、つまりもうアクセサリー屋さんとかもう直接、はいこれ100円ね、はいこれ300円ね、はいこれ1000円ねっていうふうに、もう物をやってそれでお金をいただくっていう、もう小売業、お店なんだ、そこに頭をカチャッて切り替えなきゃいけない。この頭のカチャッという切り替えができている農家がこの売り方でうまくいってるんですよね。このカチャッとこの切り替えができていないと、なんか卸やってるんだけどまだなんかやってることは農家チックだったり、このインターネットでホームページとか作ってるんだけどなんか全然売れない、もう気持ちが変わってないんですよ、小売業に。ただ農家のまんまなんかサイト作って売ればいいじゃんみたいな、そんなんで売れるわけないですよね。そして気持ちが農家のまんまどっかと会いたい、取引したいな、B2B でなんか業者さんと取引したいな、でも頭の中農家のまんまなんです。そのまんまだったら相手にされません。なぜか相手はビジネスをやろうと思ってる。農家を相手にビジネスをやろうとは基本的にみんな思ってない。やっぱりビジネスはビジネスをやれる人としか付き合わない。だから B2B というんですよね、はい、これが、意識高い系農家、うまくいってる農家の攻め
で、この商品力もまた変わってきます。この B2B で卸業務をやろうとしている農家はいかに大量に売ろうかっていうふうなことを考えます。卸ですからね、うん、ってことは大量に売るためにどうやって自分のところをもう材料として売るんではなくて食品として売ろうか、つまり食品化っていうところに意識がいきます。だから食品、自分が取り扱っているのは農産物ではないんだ、食品なんだっていうことで衛生管理とかそういう、生産工程とかも食品として取り扱うようになるってことなんです。もうそこでも意識が全然違います。もう普通の農家さんはとにかく野菜だからいいや、農産物から仕方がないや、お天道さんが、天気が悪かったら取れなくて当然だみたいな農家チックな思考なんです。ところがこの、意識高い系の人は、あ、自分は卸業者なんだ、欠品を出してはいけないんだ、安定的に供給しなきゃいけないんだ、そして衛生管理もやらなきゃいけないんだ、なぜならば我々が取り扱っているのは食品なんだっていうふうに意識がカチャって変わってる人たちなんです。でそういう人たちがまあうまくいってる。一方この小売をやってる人たちはどんな商品力 の、 あのマインドになってるかというと、自分たちはもう商品を売ってるんだ、商品、もう材料でもない一次製品でもない商品、末端商品を売ってるんだ、だから高く売るんですよね、高く売れるんです、うん、だから B2C いわゆる小売業をやろうとしている農家さんっていうのはもうすでに自分はやってることは農作業農業なんだけど、頭の中の半分以上が自分は小売業なんだっていうふうに頭の中が変わっているので、商品化していかに高く売るかっていうことを考えていらっしゃる。これが意識高い系農業がやっている攻めの話になります。さあ続いてじゃあ守りの話、じゃあ意識高い系の農業が農家がやっているこの守りの話、守るためには2つのことを守らなきゃいけない。何を守るのか、一つは城、ね、自分の城、城壁、そしてもう一つは人。でこの城と人を守らないと、このいくら売り上げを上げたところでこの事業は成り立たないって、これを重々分かってるんです。城とは何か、これ経営です。この経営が今どのくらい売り上げを上げてどのくらい経費がかかってっていうことをデータを記録していくんですね。どこにいくら分売って、誰がどのくらいの仕事をして誰にいくら払ってっていうふうに、この金銭感覚、お金の計算データをずっとこうつけているんです。これがまた農家さん苦手なんですよね。もうどんぶり勘定だったり、ね、1年間に1回しか帳簿は見ないとか、おまけにその帳簿をつけるのでさえ税理士に頼んだり、青色申告会のほにゃららさんに頼んだりなんてして、でデータがかかってきて、おお、なんだ100万余ってるからラッキーなんつって、もう中身とか全然興味がない、これじゃあ城は守れません。はい、そしてこのデータを記録することによって自分で、ああなるほどね、今うちは人件費がこれだけで資材費がこれだけなんだっていうふうに見えるんです。自分で、ああこれちょっと燃料代がこれだけ上がってるな、じゃあちょっとこの燃料代をちょっと抑えるためにはどうすればいいんだろうか、などなど分析するんです。つまり守りで、一番最初にやるこの城を守るってことね、自分のお城を守るためにはデータを記録して、そしてデータっていうか数値を記録してね、自分のところでやってる経営を記録して、それを自分に見えるようにして、もしくは税理士さんに見えるようにして、でさらにそれを分析までする、これをするから城が守れるんです。ただ城を守るときに従業員をこき使って、もう罵声を浴びさせながら、お前は給料もらってるんだから働かんかいみたいなことで、ね、働かせるとも従業員辞めていってしまいます。でそこで守り、今度は人を守る、つまりこのコミュニケーション、コミュニティということになります。だから意識高い系の農家っていうのはもう自分一人ではできないということが分かってるんで、まあ、従業員さんとのコミュニケーションものすごく大事にします。で、そうなんだって話を聞いてあげる。で、僕はねこういうふうにやろうと思ってるんだよ、まあ、時に一緒にご飯食べたりね、時に一緒に飲んだりしながら、自分のところの城を守るための人を守らなきゃいけない意識がものすごく高いんです。で、結果この意識高い系の農家がやっている頭の中っていうのは、どうやったら人が集まるだろうか、どうやったら人が動くだろうか、どうやったら人が楽しんでくれるだろうかっていうふうに従業員さんのことも考えてるってことなんです。さあいかがだったでしょうか。もう山下さんやめてと、もうなんかもう頭いっぱいいっぱいです。何営業力に商品力に、城を守れ人を守れて、もうこんなもういっぱいのこと考えられない、もう私はもう黙って一生懸命野菜作りに没頭したいって方々がたくさんいらっしゃる。そうなんです。もうこんなことはもう考えたくない、もうできれば私は一生懸命汗水垂らして働くことが生きがいなんだ、いいんです、そういう方もいていらっしゃっていいんだけど、ただそれだけで、自分の生計が成り立つっていうのはなかなか難しい。でもやり方ありますよ、お給料をもらって農業法人とかで勤めれば、自分の役割で農作業をすることだけで給料をもらうこととかできます。そういう農業のやり方もありますよね、ただ
経営者として、事業主として、そしてマネージャーとしてやってらっしゃるんだよってあるならば、この攻めと守りっていうものをしっかりと頭の中に入れて、今攻めはちゃんとできてるかな、守りはちゃんとできてるかな、攻めというのは営業力、営業はちゃんとできてるかな、戦略は立ててるかな、そして商品もこの B2B だったり B2B にふさわしい商品になってるだろうか、食品になってるだろうか、 B2C だったら B2C でちゃんと高く売るための商品開発をできてるだろうかって、こう攻めをこう考えなきゃいけない。で、一方守り、うちの経営はどうなってるんだろうか、経費が高すぎないだろうかっていうふうに城を守る戦略、そして人がちゃんと集まってみんなが楽しんでくれてるだろうか、これらをですね、実は四六時中考えてらっしゃるんです。すごいですよね、こんなこと考えて農業やってるっていうので、まあ、だからこうやってね、景気が悪かったりコロナだったりしても実績確実にこう利益を残していらっしゃるんですね。まあ、私もね、こういう農業農家にね、まあ、目指して、まあ、今まで一生懸命こうやってきたわけですけども、まあ、ここで最終的に大事になってくるのはこう金ですよ、金。この、攻めも守りも結局はお金がいるんです。で、このお金の計算をやるっていうのが意識高い系一番、エネルギーをかけます。お金、このお金っていうのはどういうことかというと、一体今年、例えばじゃあかぼちゃを作るでいいでしょう、このかぼちゃを作るのに一体いくら投資したんだろうか、例えばじゃあ1000万投資しました、1000万で例えば人件費、種代、肥料代、ね、何代か2代っていうのをこう投資しました。で、投資したことによって一体どれだけのリターンがあったんだろうかね、で1000万投資して1200万の売り上げがそのかぼちゃであったならば、200万円、1000万投資したことによって200万円の利益を得た、いわゆる1000万投資して1200万回収した、ね、でその差額が200万、これが事業ですよね。さあ皆さん方いかがでしょうか、今やってらっしゃる農作物、ね、例えばトマトやってる人だったらね、どのくらいそのトマト、今作のトマトにつぎ込んでますか、はい、じゃあお米作ってらっしゃる人、そのお米にどれだけ投資してますか、そして一体どれだけ回収できたんでしょうか、これをいつも考えてるんです。これをいつも、意識高い系、ね、考えてるんです。これ作ってるのにいくらつぎ込んだか分かんない。でいくら回収したかも分かんない。それでよくお金回ってますよね。まあお金回ってるんだから、まあ、大きなお世話なんですけど、回ってらっしゃるならいいんですけど、いやなんかお金足らないですよね。じゃあいくらつぎ込んだんですか。いや分かんない。でいくら返ってきたんですか。いや分かんない。いくら投資していくら回収したか分かんない、それじゃあちょっと意識低い系ですよね、はい。まあ、このように、まあ、我々は農業経営、農業ビジネスをやっていく上で、攻めと守りとお金、攻めと守り、それを、やるのがお金なんですね。まあ、これらを、営業力、商品力、そして経営、コミュニティ、お金と、これらをぐる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 頭の中でカチャ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 計算しながらやっているということになります。で、実際今私がコンサルティングするときには、まず攻めを強くしましょうとか、守りを強くしましょうとかいうふうにこう分けてコンサルティングしたり、今農テラス会員の皆さん方もこういったのをずっと教えています。で、まあ、個別会員の方以外でもですね、まあ、農業ビジネススクールというのをですね、この1月15日からやるんですけど、まずは1月にはこの攻めの話をします。まあ、売り方ですね、売り方をどうすればいいのかっていうのをあの説明するような、まあ農業ウェブマーケティング講座というのをやります。そして2月からこの守り、どうやって今度は守っていくのか、この2つの講座をですね3年前から今やっています。まあ、もし興味のある方はですね、概要欄にあのちょっとリンク貼ってますので、まあ、そちらの方から問い合わせしていただければ結構なんですけども、さあ最後にですね、これらの意識高い系の頭の中で、あ、山下さん分かったと、攻めと守り、そしてお金、投資と回収なんだな、これをやるんだなって、でも今度はこれをやるために、さあここからレベルブワンと上がりますよ、これをやるために今度は時間軸、時間の管理になるんです。さあもう頭わけわかんないですよね。何これをやるのをさらに時間軸で考え切るのが意識高い系なんです。つまり自分の人生時間、自分は一生をかけて自分に残された一生の時間の中で、長期的な計画、自分は10年後20年後どうなりたいのか、そして短期計画、3年後5年後どうなりたいのか、そして1年後自分はどうありたいのかっていうふうな時間軸をちゃんと持ってるってことなんです。時間軸、さらに言うと1年間でこうしよう、3ヶ月後にはこうしよう、そして1ヶ月間でこうしよう、もっと言うと今日1日、今日1週間、今週1週間はこうしよう、今日1日はこうしよう、さらに言うと、1時間後にはどうしよう、そして10分後には何しよう、どん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 細分化して時間を上手に活用しているってことなんです。
さあいかがでしたか。もういっぱいいっぱいですよね。何、意識高い系の農家って、攻めと守りを分けて考えて、攻めの中でも営業力と商品力、そして守りの中でも城と人を守る、さらにそれらをお金で計算して、お金換算していくら投資していくら回収したかっていうものをいつも計算してるってことね、さらにそれを自分でやる、会社でやる、組織でやるために時間軸で計画を立てているってことなんです。計画を立てる、まあそこまで言うと、あもう無理無理無理、もう私には無理、俺には無理って皆さん思われたかもしれませんけど、まあさすがにこれ一遍にはできなくとも一つずつやりましょう。必ず全部この中に答えがあるんですよ。全部この中で自分ができてないことがあるんです。そのできてないことを一つずつクリアしていくんです。私ももうこれ全然できてませんでした。全然もう本当経営もコミュニティも商品力も営業も全部なかったです。もう投資と回収なんて今偉そうに言ってますけども、全然お金赤字続きだった。さらに言うと時間の使い方なんてダラメでした。もう本当これができなかった。でも本当これができなかったんだけれども、よし自分はまあいっぺんにこれはできないけど、じゃあ営業から頑張ろう、商品力から頑張ろう、ね、経営から頑張ろう、人の使い方から頑張ろう、時間の使い方、お金の使い方頑張ろう、一つ一つ、まあ、30年かけてやってきて、まあ、なんとか、まあ、農業経営というのを、ね、やってきて、で今では、ね、そういったところをサポートするというふうに今なっています。はい、いやなんとかねちょっと20分かかっちゃいましたけれども、ここ皆さん意識高い系農家の頭の中ちょっと分かっていただけましたでしょうか。はい、ということで今回ですねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。